ございます。フォレックス TV ニューヨークのレミです。6月23日月曜日の朝の為替レポートをお伝えします。23日のアメリカ株式市場のダウ平均は小幅反発しています。午前10時15分現在、ダウ工業株30種平均は19ドル54セント高の 11,862.23 ドル、ナスダック総合株価指数は 0.84 ポイント安の 2405.25 で推移しています。先週のダウ工業株30種平均は週末終わり値が 11,842 ドルと約3ヶ月ぶりの安値をつけました。本日のニューヨークマーケンタイル取引所 NYMEX の原油先物相場は1バレル135ドル前後で揉み合っています。今朝に一時137ドル台半ばまで上昇しましたが、外国為替市場でドルが上昇したことを受け下げに転じています。ニューヨーク外国為替市場で円相場は前週末比65銭円安ドル高の107円90銭から108円ちょうどで始まりました。ドル円はロンドン市場で堅調な値動きを続け、108円レベルまで水準を切り上げました。またドル対欧州通貨でのドル高の流れも継続しています。ユーロドルは 1.55 を割れ、ポンドドルは 1.96 を割れ、ドルは上昇しています。水曜日の米連邦公開市場委員会 FOMC では10ヶ月ぶりに利下げを休止する公算が大きいが、会議後の声明次第で波乱要因となる可能性があります。以上、フォレックス TV ニューヨークのレミがお伝えしました。最新の為替情報についてはフォレックス TV ジャパンをご覧ください。